このビデオは、購読者約30万人のルネサンスメールマガジンで配信した藤井元気先生のメルマガを動画化した内容です。欧州も方向転換 ?EV バブル崩壊。EU では2035年までに新車販売を全部 EV に変えるという方針があったのですが、 EU は必ずこの方針を放棄せざるを得なくなります。すでに EV 離れの動きが世界中で顕著になってきており、一言で言えば EV バブルが崩壊しているのです。これまで世界の自動車大手ではトヨタと BMW だけがエンジン車の生産を堅持する方針で、 その他の企業は全て EV 化する方針だったのですが、これもやがて諦めざるを得ないでしょう。最近の大きなニュースでは、メルセデス・ベンツグループが反 EV 化という大きな方向転換をしました。従来ベンツは2030年までに新車販売のすべてを EV にする計画でしたが、完全に撤回しました。 そもそも EU が全 EV 化を打ち出した背後には競争力の強いトヨタを排除したいという思いがあったのです。トヨタのハイブリッド車は非常に優秀ですから、それがどんどん売れると自動車大国のドイツも困るし、ヨーロッパの車が売れなくなってしまいます。ですから EV に力を入れれば、 トヨタの EV 化は遅れをとっているから自分たちが先を制することができるだろうと考えました。うまくいけばトヨタをヨーロッパ市場から排除できると思ったのでしょう。そこで起きた意外な結果として非常に安いメイドインチャイナの EV 車が入ってきたことです。しかも質が良くないものですから至るところで事故やトラブルを起こすことになって 結局は自分たち自身も見直さざるを得ないところに追い込まれていると思います。マスコミが言わなかった EV の欠点。そしてこれまで EV といえばマスコミは良いことしか伝えてきませんでした。しかし実際は欠点だらけのものであることが徐々に明らかになってきています。 例えば、アメリカのレンタカー大手にハーツという会社があるのですが、1月に面白い発表をしていました。ハーツが持っていた EV6 万台のうち3分の1に相当する2万台を売却して、そのお金でガソリン車の購入を進めることを発表していたのです。EV はレンタカー会社の財務状況を非常に悪化させており、 維持費は比較的安いのですが、修理費と減価焼却費が高すぎるということだそうです。さらに技術的な欠点として、EV は極端な高温や低温に弱くて、特に寒さにはものすごく弱いです。ですから寒くなった時に充電ステーションへ行っても、従来30分で済むところが、 一から二時間かかるという状態です。実際に今年一月にアメリカ中西部を大寒波が襲いましたが、この時も各地の充電ステーションには長蛇の列ができました。その人たちの中には我慢できず、電池切れになった自動車を放置していく人も出たようです。それと EV は事故にも弱いと言われています。 ちょっとした衝撃で火を吹いてしまったり衝撃を受けてバッテリーがダメになるとバッテリーを全部交換しないといけません。新車を買った時より高い値段のバッテリー交換費用を請求されたという話もあるほどです。そして EV は環境問題から見ても課題がありタイヤの摩滅が激しいのです。 これはリチウムイオン電池が非常に重いからです。タイヤメーカーのグッドイヤーは EV はガソリン車より重いのでタイヤの摩耗率が20%から50%まで上がると言っています。さらにミシュランも EV は普通の車に比べて20%早く摩耗すると言っていました。つまりガソリン車より環境にいいから という理由で推進されてきた EV も一概に良いとは言えないのです。CO2 規制に隠された真の目的。そもそも全ての現況は人間が生み出す CO2 が地球を温暖化させるという嘘理論が原因になっています。科学的にも CO2 と地球温暖化の関係は純粋に証明されていません。 そのことを多くの人が知っていれば、どんどん EV を作らないといけないという考えにはならないでしょう。そして本当の意味で空気をきれいにしたり、水や土地をきれいにしたりする環境問題に向き合うことができるようになると思います。私は以前から繰り返し警告していますが、こうした CO2 神話は最終的に農業破壊、 牧畜業の落農業の破壊にまで発展しているのです。日本の水田、稲作、工作も水田からメタンガスが発生しているではないかというとんでもない議論になっています。人間の食料生産の基本である農業まで否定するところに来てしまっているのです。こういうことを主張する人たちは結局のところ 既存の経済基盤を破壊するために主張しているのです。これは社会主義者や共産主義者にとって資本主義経済がうまくいったら困るからです。良心的に地球環境のことを考えていっているわけではありません。